よいしょ。ああ、皆さんこんにちは、しきんです。今日はですね、中古タイヤ市場で買ってきたものを食べながら質問コーナーをやっていきたいと思います。質問コーナー自体私も前からやりたかったんですけど、どこで質問募集した方がいいかなって思って、インスタでやってみたら割とみんなすごい送りやすそうだなって思って、今後ももし質問コーナーをやるとしたらインスタで募集しようかなと思ってます。なのでよかったらぜひインスタの方もフォローしてくれたら嬉しいです。はい、では早速食べていきたいと思います。はい、まずはですね、買ってきたものをちょっと紹介したいと思います。こちら、ポップコーンです。はい、何味だったっけあ、バーベキュー風味だ。すっごい面白いんですよ、自販機。なんかいろいろ話しかけてくれてこれですね、多分何にもわからない白い箱これはですね、なんと激辛チャーハンって書いてあります。どうぞ。激辛チャーハンって、いや、これは食べなきゃ。最後の食べ物、ダン、ハンバーガーフィッシュハンバーガーだって。あれ、フィッシュハンバーガー頼んだっけ私。これ初めて見ました。瓶の方皆さん飲んだことありますか？私全く知らないんですけどコーヒー牛乳ですね。はい、ミルクコーヒーは私すごい好きなんですよ。コーヒー自体は飲めないんですけど、なんかラテとかそういうちょっと子供向けのコーヒーだったら飲めます。パッケージが可愛いからもう一個買ってきました。ヨーグルトです。あ、これあったじゃん。昔パン屋さんでバイトしてた時にこれ並べてた気がする。なんで買ったのこれ温めてきました。ーイエイ。ちゃんとうまく温めてあるのかわかんないちょっと開けてみたいと思います。じゃじゃーん。うい、おー、すごいラー油の色です。ちょっとキムチの匂いとラー油の匂いがする。うん、あれだ、辛ラーメンのチャーハンバージョンって感じです。はい、いただきます。全然辛くない。ハンバーガーです。お、なんかマックのハンバーガーみたい。おお、来たあー、こんな感じね。これ食べやすいわ。よし。でもね、多分ちょっと時間を置いたから若干シワシワになってるでも大事なのは味だからね。あ、ハンバーガーだ語彙力がなじゃあいただきます。うん、チーズめっちゃ美味しいわ。やば。おー、なるほど。すごい。あ、こっちもね。はーいって感じ。おー、めっちゃいい匂い。ほら見て。ちょうどいい味付け。濃すぎない。ポップコーンのその、ふわふわって感じも残ってるから、美味しいと思う。美味しいです。そうだそうだそうだ、私は質問コーナーやるんだよ。質問いきます。1問目、香港のお盆はどんな感じですか？まあ日本ではお盆の休みがあるじゃないですか。その時はね、香港は普通の平日です。香港でもね、お盆みたいにお墓参りに行く行事があるんですけど、それはまたお盆と同じなのかもちょっとわかんないですね。まあお墓参りの話をすると、なんか山の上にあるから登山列車じゃなくて登山ゴンドラみたいのがあって、それ乗るんですよ。うん、それがすっごい楽しくって楽しいこと、まあ、どちらかというと楽しいことではないですよね。でもなんかすっごい子供の時の私がすっごい楽しみにしてる、それを乗るのがケーキを作ってくれるんですよ。誕生日ケーキとかクリーム乗ってあるやつじゃなくて、なんか黄色い卵のケーキみたいなやつ作ってくるんですよ。うん、それをいっぱい食べるんですね私が、うん、だからお墓参りに行くっていうのはゴンドラに乗る、そしてケーキを食べる、この2つですやばい人だよね。なんでそんなに可愛いのですか？それに関してはですね、私今までそんなに可愛いって言われることがなかったですよ。やっぱりその声もそうだしすごい低いじゃん。で笑わないとこんな感じ、機嫌悪いですかみたいなよく聞かれるんですよ。日本に来て特に YouTube やり始めてからすごい可愛いですねって褒めてもらえることが増えてきてすっごい嬉しいんですけど、なんか今まで言われなかったからなんか戸惑うもう本当に嬉しいんですよ。うん、本当に嬉しいんですよ。ありがとうございます。なんでだろう、あんまり言いたくないんですけど、元が可愛いっていうのがありまして、で、それをどうしてもね、隠そうとしても、あんまり隠したくない。チキンさんは自分を RPG の職業で例えると、何になると思いますか？戦士とか、ウィザードとかウィザードなんかデザートみたいな感じ。すっごい面白い。そもそも私、RPG 大好きなんですよ。いろんな RPG をやってきたんですけど、私絶対魔法使いを選んでます。最前線に立って戦うんじゃなくて、ちょっと一歩後ろに下がって、ピュピュピュみたいな感じ攻撃するのが、すっごいかっこいいなって思って、魔法使いを使っているんですけど、でも、まあ、自分を RPG の職業で例えると、魔法使い、のような頭脳がないと思います。まずはで、戦士みたいに最前線に立つ勇気もない。まあ、だからこの2つは絶対なしですね。で、いろいろ考えてみると、自分を RPG の職業で例えると、私は吟遊詩人です。皆さん聞いたことはありますか基本的にイメージとしては、楽器を持ってグループのメンバーに対して、まあ、攻撃力アップとか、敵の防御力を下げるみたいな、そういう、まあ、グループの役割としてはサポート側になるんだけど、でもちゃんとその攻撃スキルも持っていて、で、基本はね、一人で行動するのが好き。まあ、ヒーラーとかだとね、あんまり、攻撃スキルを持っていない感じですね。だから、ちょっと嫌だね一人でも生きていきたいから、吟遊詩人にしました。すっごい面白い質問です。ありがとうございます。改めて考えてみると、なんか自分の性格も分かってくるんですね。うん。皆さんもよかったら考えてみてください。はい、次！ハローヤモガジオレーヤオワーイエーイ！香港ヤムチャや香港カフェおすすめのお店を教えてください。おすすめのお店ですか？ちょっとね、一個多分がっかりさせるかもしれないんですけど、私はですね、香港にいた時に一番行ったお店は、なんと、吉野家です。香港の吉野家ってすっごい安いし、美味しいんですよ。しかもね、一人鍋のメニューもあって、もう、いっつも行ってる。やっぱりその学生じゃないですか。あんまり高いお店とかも行けないし、やっぱりね、ヤムチャとかすっごい高いんですよ。こう見えて。うん、すっごい高いんですよ。だから、友達の場合は、食べ歩きが多いですね。モンコクとか、カイフォンっていうところの、ショッピングモールの中に、全フロア、こうなんかいろんな食べ歩きのお店いっぱいあるから、もう、そっちの方が美味しいかも。あとあれだね。特に行きつきのお店は特にないんですけど、まあ、一心かもしれない。うん。そんぐらいかな。麺類が好きですね。うん。日本に来るまで。そんな感じです。すいません。やっぱご飯美味しいわ。香港の女性と中国の女性は性格とかに違いとかはありますか？どうだろう。例えば、私とムイムイ。何が違うと思う？性格が違う。なんだろうね。やっぱり、その仕草とか、喋り方とか、考え方とか、もしかしたら皆さんから見ると、ちょっと違うかもしれないですね。よかったら、ね、ぜひ教えてください。はい。香港の男性って日本人女性のことってどう思ってますか？また、香港の女性は日本人男性のことについてどう思いますか？で、これはですね、香港の女性は日本人男性についてどう思っているのかは、昔一本の動画を出したことがあります。よかったらぜひ見てください。香港の男性って日本人の女性に対してどう思っているのか。どうでしょう。でもなんとなくね、やっぱり憧れを持っているんじゃないかな。香港人女性って強いじゃないですか。自分っていうのもあるんですけど、強いじゃないですか。なんか何でも一人でできるし、何でも自分で立ち向かうみたいな人が多いから、男性から求める女性像みたいなものがやっぱり日本人女性の中にあると思うから、それがちょっと憧れてるかな。わかんない。でもやっぱり日本人女性って可愛いじゃないですか。私、女性目線から見るともうすっごい可愛いんですよ。見た目が可愛いはもちろんで、その可愛い見た目を保つような努力、それも尊敬しますね。そんな質問をしている君、もしかしたら一流の人いらっしゃいます？恋バナをお願いします。小学校の時に大親友と同じ男の子を好きになった。で、普通だとさ、先走っちゃダメだよ、絶対私が彼女になるからみたいな、女の喧嘩になるじゃないですか。そういうの全くなくって、その男の子も含めて同じクラスだから、毎日お互いに報告する、その男の子何があったとか、二人でしかわからない、その男の子に対する呼び名を決めていて、寝癖かっこよかったねとかさ、先生に怒られたねってもうかっこいいみたいなそういうの話してたんだよね。逆に前より仲良くなったかもしれない。あ、青春なんか可愛かったな、その時の2人。まあ今だったら絶対無理でしょ。大変なことになると思う。やっぱり女って怖いからねどういうこと？あ、飲み物忘れた。おう、チキンさんと付き合う方法が知りたいです。本当に知りたいですか？言っちゃうんですか？ちょっと恥ずかしいな。じゃあいいよ。無理。チキンさんの顔を見ていると不思議と落ち着いた気分になります。なぜでしょうか？私に聞かれてもわからないですね。まあでも昔言われたことがあるんですよ。隣の家の姪っ子みたいな雰囲気だねって言われたことがあって、近づきにくそうな雰囲気出してないから、自分だと全然わかんないんだけど、よかったらいっぱい見てください。香港に帰ったとして真っ先に食べたいものは何ですか？難しいね。まあ、やっぱり斉藤氏ですかね。あ、ローポーベも食べたいな。ローポーベも食べたいなんかいろいろ多すぎる。主食からスイーツまで全部食べたい日本でもちょっとね、香港料理が食べられるお店があるらしいんですよ。全部のブックマークはしてあるんですけど、まだ行ってなくて、まあ動画も撮りたいから、さすがに今だと動画撮れないなって思って保留してあるんですけど、もう本当に行きたい。今まで YouTube に投稿した動画の中で一番これはうまくできたなと思う動画はどれですか？どれですか？本当にどの動画もすごい時間かけてるから、全部見てほしいなっていう気持ちはあるんですけど、まあ、でも C っていうならやっぱりレイジさんの中国語を広東語に翻訳した動画です。なんだろうね、どちらかというとトーク系動画よりコント系みたいな、ちょっと小芝居を入れているような動画の方が割と私はやりやすいかなっていうふうに思っていて、でちょうどその動画想像以上はるかにすごいいい反響をいただいて、もう今どれぐらい見てくださってる？54万再生回数が達成しましたいつの間にありがとうございます。はい、自分が作りたい動画とみんなの見たい動画ちょうど一致したのがこの動画でした。広東語母語話者ですかちょっと待って、広東語母語話者にとって日本語で難しい発音は、私にとっては多分立ちつてとですかね。まあ、昔その専門学校時代は立ちつてとがうまくできていないってよく言われるから、たがだに聞こえるとか、だがたに聞こえるとか、なんか、自分もよくわからなくて日本人のクラスメイトの発音を聞いてもなんか同じじゃんって思ってね、何が違うんだろうって、やっぱり正解がわからないまま卒業した作業も割と、指摘されたことがあります。普通はさ、多分母音の方が強いかな。私の場合は多分前のすがすごい長くて、さみたいな、さ、さになっちゃうから、50音を覚えるまでは、なんかローマ字で覚えてたんですよ、日本語を。さだとなんか、SA みたいな。あと C もさ、C っていう人もいるじゃん。英語が上手い人は割と C って言うかもしれない。うん、偏見。踊ってみた系が、めちゃくちゃかっこいいけど、ダンサーさん。ダンサーじゃないです。恐縮です。なんか K-POP アイドルのダンスを見て、いや、今まで踊ってたやつはもう全然違うわ、みたいな。と思ってね、本気でちょっとね、まあレッスン受けようかなって思って。で、かっこいい系は、なんだろうね。まあ前も話したんですけど、あんまり可愛いって言われることがなくって、だから、可愛い系服装と、可愛い系ダンスもうちょっと苦手意識を持っていて、あえてかっこいい系を選んだりします。うん。最近、なんか可愛い、チキンちゃん可愛いって、言われるようになってきて、ちょっとね、調子乗っちゃおうかなって思います。踊ってみた始めたきっかけとか知りたいです。そうですね、踊ってみたは、私2009年から始めて、12年ですかね。うん。12年前の話です。やば、もう12年やばくないやば。逆に12年もこんな感じか。ちょっと、ドン引きだわ。最初は、なんかダンスとか全く習ったことがなくって、単純にね、日本のアイドルが好きで、で、ちょうど、まあ、同じく日本のアイドルが好きな子たちが集まって、そのアイドルちゃんの振り付けをコピーして、まあ、披露するようなことをしてました。うん。5年後かな、ルカルカナイトフィーバーっていう曲があるんですね。振り付けがすっごい好きで、その時、自分でうちで撮ったんですよ。それが初めてかな。友達にね、その動画を送って、どうですかみたいな。聞いてみたら、あれめっちゃうまいじゃんって言われて、あれ私、踊りうまいかもみたいな。なんかすごい懐かしいな。懐かしい。昔は YouTube じゃなくてニコニコ動画に動画を開けてたんですよ。弾幕来るじゃないですか。かわいいって。うっぽつとか、デブとか。出てくるじゃないですか。その時ね、日本語全くわからないから、かわいいっていう意味ですかねみたいな。日本にどうしても理解できない習慣、考え方がありますか？手続きが多いところですかね。これ、習慣ですかね？考え方ですかね？よくわかんないですけど。香港人の根本的なところが残っていて、歩きも早いし、食べるのも早いです。愚痴に聞こえるかもしれないですけど、なんか私、銀行のアプリ持ってるんですよ。明細とか口座の残高を確認するアプリと、なんか手続き、住所、電話番号を変えるアプリ。同じ銀行なのに2つのアプリを分かれてるっていう。習慣かな？習慣じゃないかもしれないですね。うん。普通に愚痴でした。すいません。最近どうしていますか？東京行けたらまた一緒にカラオケで歌ったり踊ったりしたいですね。来てください。また来てください。まあ、その前に多分、私が一回香港に戻るかもしれないですね。どうして香港の人たちは日本語話せる人が多いの ?100% は言わないけど、日本語を勉強しようとする香港人の中に 99.4% はオタクですね。うん。仕事関係で日本語を使いたいとか、使わなきゃいけないとか、そういう人もいるんですね。うん。なんか実際に私も香港で日本語を勉強してた時に、クラスの中に一人がいました。で、それ以外は全部オタク。私を含めて全部オタク。なんか思うんですけど、すっごいかわいそうじゃないですか、一人。なぜかオタクに囲まれて日本語を勉強しなきゃいけないっていう。どうしてるかな、人。卵かけご飯は食べれますか？食べます。はい、全然食べれますよ。美味しいです。TKG。生卵自体、丸飲みは無理ですけど、なんか、卵かけご飯なら、なんか食べれますよね。天津飯はじゃあどうですか？天津飯って、美味しくない？私は断然、チャーハン派です。はい、めちゃくちゃ美味しい。天津チャーハンめちゃくちゃ美味しい。もう食べたくなっちゃった。どうしよう、明日食べに行こう。